これめちゃくちゃ可愛くない？過去作を小さな額縁に入れてキーホルダーにしてみたんだ。てなわけで来週に迫ったデザインフェスタのお品書きを紹介していくよ。まずはクリアカード5枚セット。アワが透明にしたい作品をクリアカードにしてみたよ。次はステッカー2種類。こっちはブルーの作品がメインで6種類入っているよ。もう一つは明るい色の作品を詰め込んだよ。それぞれ2枚セットで販売します。そして物販の王道ポストカード。凹凸のあるマーメイド紙に印刷しました。ちょっと飾るのにいいね。お次は阿波の名刺。なんと裏の絵柄はランダムにしたよ。好きな作品を引けると嬉しいね。買ってくれた人には選んでもらおうかな。ポストカードと名刺は新作以外の絵柄は大体用意しているよ。普通の名刺より一回り小さいサイズだからスマホケースにも入りそう。友達にその絵どうしたのって聞かれてもすぐに阿波を紹介できるよ。あ、キーホルダーもセットでいかがかな。もちろんメインは原画の展示と販売。せっかく直接見るなら作品の質感も感じてほしいし、見本は触れるようにするよ。まだ公開していない新作もあるから、5月の20か21日は東京ビッグサイトまで会いに来てね。